2008年北京オリンピック開会式にて、イリアス・イリアディスは、ギリシャの柔道家、ジョージアのカヘティ州出身、身長180センチメートル、ジョージアでの救命は、ジャージ・ズビア・ダウリ。三段、かつてはギリシャ軍に在籍して、副官を務めていた。三度の世界選手権制覇、オリンピックでは2階級でのメダル獲得等の実績により、広く知られた。 柔道家の一人、男子柔道競技での金メダル獲得史上最年少、かつメダル獲得最年少となる17歳での逸話制覇を成し遂げた。10歳の時にグルジアで柔道を始めた。後にチリキシビリア、リパルテリアニラと同じ道場に通っていた。その後、2002年にギリシャに帰化する。2004年のヨーロッパ柔道選手権では史上最年少で優勝した。 同年のアテネオリンピックの男子8 1ラム級に17歳で出場し、男子としては史上最年少で金メダルを獲得した。これによりギリシャ軍の大佐に任命された。この時、いとこのズラブズビアダウリも男子9 0ラム級で日本の泉広に勝利し、金メダルを獲得している。二千五年世界柔道選手権大会では決勝で泉に敗れて、 銀メダル、2007年世界柔道選手権大会では、決勝でイラクリチレキゼに敗れて、銀メダルを獲得している。2008年北京オリンピックの開会式で、ギリシャ選手団の騎士を務めたが、競技では2回戦敗退に終わった。2007年世界柔道選手権大会で2位になって、以降は怪我の影響もあり、成績は低迷した。 北京でも結果を出せず中は引退と言われた時期もあったが2010年世界柔道選手権大会では優勝候補の小野隆や西山大輝といった日本人選手を立て続けに破り優勝を果たした2011年世界柔道選手権大会でも決勝で2年連続の対戦となった西山に大腰で一本勝合致し世界選手権に連覇を達成した 2012年7月のロンドンオリンピックでは優勝候補筆頭だったものの準々決勝でロシアのキリル・デニソフに有効で敗れるが敗者復活戦を勝ち上がって銅メダルを獲得した2013年の世界選手権では準決勝でキューバのアスレー・ゴンサレスに有効で敗れて3位だった2014年の世界選手権では決勝で ハンガリーのトーとトクリスティアーンに払い巻き込みで一本、勝ちし、2011年以来となる3度目の世界、選手権優勝を飾った。2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、初戦で中国のテイサトシツトムに大外刈りで敗れて、現役引退を表明した。2017年には、現役復帰して、その後引退すると、2019年からは、 ウズベキスタンナショナルチームのヘッドコーチになった。73kg 級での戦績 81kg 級での戦績 90kg 級での戦績。ありがとうございます。